私の名前はジョン・ラコック80歳。あなた、夕食は何にします？胃に優しいものがいいな。アメリカのサウスカロライナで余生を過ごす男だ。私は現在妻と二人暮らし、子供はもちろん孫も独り立ちした。そういえばジェシカの結婚式ももうすぐね。あの子も結婚する年か。ひ孫の顔が見れるかもな。とはいえ我が身も先はそう長くはない。何しそろそろ身辺をきれいにせんとな。そうね、最後になってバタバタするのはみっともないし。遺産だのなんだのと死んでから子供に迷惑をかけたくはない。それから少しずつ就活を始めていった。私と妻が死んだら遺産はこのように。わかりました。我々とで楽しみにしていることは山とあるのだ。簡単に死ぬ気などもちろんない。だがしかし世の中とは往々にして何が起こるかわからないもの、ありえないことが当たり前に起きる。これが私があそこで学んだ教訓だ。そうして様々な準備を進めていたある日のことだ。状態が良くないな。念のため整備するか。その日は朝から何か嫌な予感を感じていた。古傷がうずき、鼻の下が妙にむずかゆい。こういう時には厄介事が起きる。ナンシーにも注意しておこう。確か玄関を掃除していたな。私は愛銃を手に妻の元へと向かった。玄関にたどり着くと妻は見知らぬ男と話していた。チワワですか？ええ、白くてふわっとした毛並みの可愛い犬なんです。一見すれば人のいい二人組に見えるが、何かおかしいぞ。私の勘はそうでないと告げていた。ナンシー、そいつらから離れろ。あなた?私の怒声に戸惑いながらもナンシーは男たちから距離を置く。動くな、貴様ら。さすがは我が妻だ。長年私と連れ添ってはいない。しかし男たちもしたたかだった。血管のいいジジイだ。おとなしく金を出しゃ命だけは許してやったのによ。強引に家へと侵入してきたのだ。先生の一発をかましてやろうと思っていたが、自分の嫁ごと撃ってみろよ。ジジイ。三段では妻を巻き込んでしまう。私が車線をずらそうとする隙をついて、おら銃をやるせ。ぬ、男の一人が銃を奪おうとつかみかかってきた。この体格がいい男、相当なパワーだ。うぼうや、おいぼれなら力ずくで勝てると思ったか。だがただ力任せに奪おうとは甘い。素人だ。私はおろそかになっている奴の膝に蹴りを叩き込むと、力が緩んだ手を振り切って重傷を跳ね上げた。そして跳ね上げた勢いのままに重心を肩に担げば、なぜ油断しとるんだ。その銃口は背後にいた男の体を捉えている。判断が遅い。躊躇なく引き金を引くと、三段が男の体を後方へと吹き飛ばした。不利な体勢で発射したせいで少々肩が痛むが、そんなことは言ってはおられん。死にたくなければ動くな、小僧。私はナンシーが呼んだ警察が来るまで男を銃口で釘付けにし続けた。到着した警官によって奴らは連行されていったが、こっちはダメだ。ショットガンを受けた方はやはり助からなかった。まさかこの年になってまで他人の命を奪うことになるとは。仕方ないわ、私を守るためだったのでしょ。正当防衛とは分かっているが、なんとも業が深いことだ。私は若い時にあの忌まわしいベトナム戦争に参加していた。ちくしょう、またベトコンだ。全員撃ち殺せ。いくら倒しても尽きるゲリラ、凶悪な風土病、そして次々に死んでいく仲間。スコット。あそこはまさに地獄だった。あの時の体験が刻んだ心の傷は深く。夢か。この年になっても時折あの戦場で殺し合いをしている夢で飛び起きることがある。悪夢を振り切るためとこの年まで続けていた訓練がこんな形で役立つとは、人生とはわからないものだ。さあ、うちを片付けましょう。あの子たちに残してあげるものですもの。そうだな。後悔なら死んだ後でもできる。今はなすべきことをなそう。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。